はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学も19日目になっていきますね。はい、ということで早速今日も元気よく張り切ってやっていきましょう。今日のテーマはですね、バンということで親切な行動をするということで、去年ですね、心理学の話をいろいろとさせていただいていた中で、まあ、この親切な行動っていうのは幸福度を高めますよ、なんてことも何度かお伝えをしてきているんですね。で、今日はその親切な行動をするっていうのをワーク形式で掘り下げていこうというふうに思います。まあ、先ほどもお話をちらっとしたんですけど、まあ、大きい小さい親切に関わらずですね、人に親切をすればするほど、まあ、幸福度が高まっていくっていうことが心理学の研究で明らかになっているんですね。で、親切な人っていうのは、親切は人を幸せにするっていうものだけではなくて、実はその行動自体が自らも幸せにするという最強なものなんですね。なので今日は親切にまつわる話をしていきましょうということです。ワークもついているんでね、ぜひ取り組んでみていただけたらというふうに思います。で、親切な行動っていうのは一体何かっていうと、こちらですね。はい、実は親切っていうのは、まあ、究極の利己的な行動なんですね。要は自分自身のためにやるものと言えるものなんですよ。はい、で、日頃から親切な行動をとっていれば、実はその与えるっていうのが一見なんか自分の資源とかを与えてなっていくっていうようなイメージにありがちなんですけれども、実は報酬として幸せという究極のツール、まあ、報酬をですね、得ることができるということなんですね。まあ、このように書いてしまうと、なんだか親切するのに打算的だとか、なんか苦手ちゃうんけっていうような声も聞こえてきそうなんですけど、実はそういうわけじゃないんですよね。で、じゃあ幸福とか幸せっていうものを改めて紐解いていくと一体何かっていうと、実は幸福とか幸せっていうのは資源として考えた時に尽きることのない無限の資源なんですね。決められた配分っていうのもないですし、あなたがどれだけ幸せを手に入れたとしても、まあ、周りの人の幸せっていうのが減るわけでもないし、それを奪うわけでもないんですよね。まあ、一部不倫とか、そういったものとかね、強奪とかそういうものは除きますけど、普通に幸せになる分に関しては他の人の幸せを奪うわけじゃないんですよね。じゃあそんな親切な人って一体どんな人っていうと、自分のことにおいて置き換えてほしいんですよね。置き換えて考えてみてほしいんですよね。あなたが人に親切にするときに、あなた自身の心の状態っていうのはどうでしょうね。腹が立っているときとか、悲しいときっていうのは、人に親切ができるほどの余裕って多分ないと思うんですよね。で、人に親切ができるときっていうのは、人っていうのは達成感だったりとか、充実感だったりとか、満足感っていういずれかが満たされている状態なんですね。で、満たされていると周りに対して自分の知識を与えたりとか、それから何かの貢献をしたりとかっていう行動に移すことができたりするんですよ。はい、なので、そもそもの達成感とか充実感とか満足感を得るためにはどうしたらいいかっていうと、多くの人といろんなことを分かち合う、まあ、これは例えば自分の技術とか知識とか経験とかっていうものもですね、含めて相手の人生に貢献することが欠かせないということなんですよ。で、自分自身の人生を振り返ってみると、まあ、誰かに手を差し伸べた時とか、誰かの生活や人生にポジティブな変化ですね、きっかけを与えた時とか、お金や物のお礼とは別で与えたりとか貢献するっていう行為から生まれた満足感とか、あ、よかったなっていう満足感とか、うわ、めっちゃ今充実してるわっていう充実感とか、やりきったっていう達成感を得られたっていう経験は皆さんにはないでしょうかっていうことなんですね。で、ぜひですね、自分自身に自問自答してほしいんですけど、最近あなたはいつ人助けをしましたか？例えば荷物を持ってあげたとか、席を譲ってあげたとか、道を教えてあげたとか。で、これっていうのは大きい小さいっていうものに関係なく、あなたが行ってあげた親切のおかげで他の人が笑顔になったりとか、お礼を言われた時にあなた自身はどんな気持ちになったでしょうかね、っていうことをぜひ自問してみてください。気持ちよくなったりしましたかね、朗らかな気持ちになりましたかねっていうことなんですよね。で、こういったことを踏まえていくって、今日のワークというところなんですけれども、1日5つの親切を心がけてみましょうということです。はい、心理学者のソニア・リュボミルスキーというですね、もう明らかに噛んでるんですけどっていう人が実験を行いました。
で1週間いくつかのグループに意識的に他人に対して親切な行為をしてもらったんですね。で、親切をするっていうのは、他人っていうのはその知人とかも含めての他人なんですけど、知人や他人でも OK です。で、内容はどんなものでも OK としました。で、その結果、参加者たちっていうのは、以前よりもずっと、ここ重要ですよね、健康的で充実した生活を送ることができるようになったっていう効果が出たわけなんですよ。で、中でも最も効果が上がったのが、この2つなんですね。毎回違う種類の親切をするように言われたグループ、要は席を譲りました、荷物を持ってあげました、ドアを開けてあげましたっていうような別々のやつ、ね、それから小さな親切っていうのを特定の1日に、だから1週間やってくださいねって言ったものの月曜日だけに集中して行うように言われたグループっていうのが最も効果が上がったという結果になりました。はい。で、じゃあ肝心の今日皆さんに取り組んでいただきたいワークの内容っていうのは一体何かっていうことなんですけれども、まあ、1週間どこかの日にち、まあ、今日から初めてですね、どこかの日で結構です。5つの親切な行動っていうのをぜひ取ってみましょうと。別にそれに関しては大げさなものじゃなくて全然問題ないです、ね、例えば募金をするとか、それからエレベーターのドアを、開けて待っといてあげるとか、それからお母さんの代わりにお皿洗いをしてあげるとか、それからランチをご馳走してあげるとか、献血するなどなどですね、どんなことでも構わないです。自分が思い浮かぶ親切っていうのはぜひやってみてください。で、その時に大事なのが、親切をしたことによって相手からどんな反応が返ってきたのかっていうことをぜひ味わってみてください。で、その反応こそがあなた自身の充実感とか満足感、達成感につながって幸福感を高めてくれるになるんですね、うん、で早速なので明日から試してみましょう。今日ね、これを動画上げてるのが7時になりますんで、まあ、今日この動画をですね、ご覧になった方に関しては明日からぜひ試してみていただいて、でみんなで幸せになろうというね、別に怪しい宗教じゃないですよ。これは親切にするっていう心理学が証明している内容になりますんで、ぜひみんなで幸せになっていきましょうということでですね、最後になんですけれども、早速皆さん親切してみましょう。え、明日からじゃないのっていうことなんですけど、ちょっとだけ皆さん親切ぜひお願いします。何かっていうと、今日の動画が面白いなとか役に立ったっていう、そう思った方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタン、親切をぜひぜひお願いします。もう皆さんのですね、その応援とかがもう私の大きな励みになります。ぜひよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上です。次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。